青島刑事がマスクを忘れて現場に向かったそうです。あいつまたマスク忘れてったのか。信じられない。青島なんだがマスクを忘れたそうだ。あいつらしいな。マスクを忘れるなんてこのご時世ありえないことですよね。ねえ、あいつはバカなんですか。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。早くマスク届けてくださいよ。青島、本当にマスク忘れたのか。ああ、もうマスクないけど、行くしかないよ。踏み込みますか。マスクないけど、早くしてください。どうすればいい。あのマスクのことなんですけど。なんだ、どうした。マスクがなくてももういいんじゃないでしょうか。ダメですかね。お前本気でそんなこと言ってんのか。マスクがなかったらお前。青島、そもそもマスクを持たない刑事なんて拳銃を持たない刑事と同じだ。野上さん、命令してくれ。俺あんたの命令を聞く。マスクなくても。マスクのない奴は黙ってろ。野上さん、マスクのない奴に発言権などない。早くしてくれ。マスクないけど。マスクをしてない奴が他にもいました。自分の立場を考えたまえ。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。青島、確保だ。どこ行くんですか。マスク届けるんだ。遅い、遅すぎるのよ。密集密閉密室全て揃ってました。あんだけ私は常にマスクを持てと言っていたのに、なぜ持っていかなかったんだ。室井がマスクを届けに行きました。いくらマスクがないからって随分ひどいマスクをされたもんだ。はあはあ、さあ終わった。みんな麻雀でも行くか。ゴルフもいいな。本部聞こえてますか。マスクがまだ届いてません。マスクを早く支給。局長、お聞きになりましたか。マスクがまだ一部届いてないんです。局長！局長！自分たちがそれでよければそれでいいのか。
クソが